インナーヘブリディーズの位置インナーヘブリディーズは、スコットランド西岸に連なる列島である、ヘブリディーズ諸島の一部。アウターヘブリディーズの南から東に位置する。36の有人島、43の無人島がある。主な経済活動は、観光、過去一で行われる農業、漁業、ウイスキー醸造である。現在、インナーヘブリディーズは南北に分かれ二つの独立した。 地方自治管区を形成している。様々な重要な戦士時代の遺跡があり、その多くは古代のギリシャ、ローマの記述家たちによって書き残されている。歴史上最古の移住者は北へ向かったピクト人、南のダルリアダ王国のゲール人、そしてダルリアダ後の支配者となった当初王国のノース人たちであった。ノース人支配は1266年のパース条約の締結で、 スコットランド王国に支配権が移るまで続いた。島々の管理は、クラン、主にマクリーン氏族、マクラウド氏族、マクドナルド氏族らによって行われていた。19世紀に行われたハイランド一層の結果、多くのコミュニティが壊滅的な状況に置かれ、近年人口減少がやっと止まっている。海上輸送が非常に重要で、フェリーが グレートブリテン本土と島しょ部との間に運行されている。ゲール語が一部地域で未だ根強く残り、その自然は芸術家たちに様々なインスピレーションを与えてきた。多様な野生生物が存在する。インダーヘブリディーズの南部はアーガイルに属する。この地方は古代のダルリアダ王国の心臓部におおむね複合する。そして現在のユニタリー、アーガイルビュートに属する。 北部の島々はかつてインバネスシャイアの軍部であった。現在はハイランドカウンシルエリアに属する。面積の広い10の島を挙げる。島によって地形と地質は変化に富む。スカイ島やマル島は山勝ちであり、一方で大リー島は比較的平坦である。海岸部は肥沃で平らな草の自生する低地が占める。多くの島は強い潮に囲まれており、 スカルバ島とジュラ島の間のコー,リーブレツキン、タイドレースは世界最大の渦潮の一つである。大西洋とメキシコ湾流の影響が穏やかな海洋性気候を生み出している。気温は相除的低く、1月の平均気温は摂氏6.5度、7月は摂氏15.4度である。雪は滅多に海上になく、霜は本土よりも少ないくらいである。 風速が1時間1 2 8トルという厳しさのために植生が制限される。南からの偏西風が一般的である。降雨量は高く、1年で1 3 0 0ト、mm、ルから2 0 0 0トルである。そのために標高の高い小山や丘がより湿潤である。タイリー島はインナーヘブリティーズで最も日照時間が長い土地柄であり、1975年の 晴天日は300日であった。トロッターニッシュ案で最も晴天日の多い5月には日照時間は200時間であった。2001年調査によるスコットランドのゲール語はシャチ理的分布性コルンバの時代から、またはそれ以前からインナーヘブリディーズではゲール語が話されており、現代的に進化したスコットランドゲール語が一部地域で強いままである。しかし、 1872年のスコットランド教育法によってゲール人は数世代にわたり教室においてゲール語の使用を禁じられることとなった。このことが今ゲール語使用に大きな打撃を与えたと認識されている。1930年代後半まで学校でゲール語を話した児童は殴られていた。さらに最近の2005年スコットランド議会によって ゲール語の継続的支援を提供するゲール語法が制定された。ありがとうございます。